はい、ようこそというわけで雑談タイムアタックでーす。今回もフルグの実況となります。さて、今回もフラワーが見せたとなります。さて、一斉発射だ。当たるつもりか。一斉発射だ。発射。しょうがない。一斉発射だ。攻めてー。今がチャンスだろ。そこ、勝つの。残りな。今操作しられるバンシー。一斉発射だ。かけたね。残りな。ちょっと見た。ハネガの守り。勝利です。できるかな。今がチャンスだろ。まあこれは。次は誰だ。こんなところで。もらった。よし。勝利もやらず。そんな攻撃。負け込めた。そりゃそうだ。もう人の死では少年は生きていけない。負けから一気にフルグで人号だったのが負けになって、3000になってで、マキオになって一気に強くなったけど、修正されたらなぜか弱くされたミサイル発射。一斉発射だ。いや本当に謎だったな。一斉発射だ。ミサイル発射。いろいろ落とされたんだよね。あの時ミサイル一斉発射だ。これでどうか。グルブスと一斉発射だ。エクバス2では、今ではもうおかしい機体になってる。強力が完全にナンバーワンですけど、ダブルゲートですけど、もらった。火力ならばあるか。本当ですか。これは逃げる。縁を揺らぐ。重いぞ。当たれ縁を揺らぐ。よし。縁を揺らぐ。もらった。暴力だけど当たる。今がチャンスだ。いるぞ。ああ最初かエクバスかのどっちかなんだけど、まあ個人的に言ったらまあエクバ2だろうなっていうのはある。まあエクバ2の方は正直環境が壊れてるとはいえ、戦闘は多いある意味いいんで、取れすぎてるから多分最近のプレイヤーでしょ。でも正直エクバ2の聞いて、何かしてほしいかって言ったら何にも正直ない。正直あれが一番ベストです。ミサイル発射。ミサイル発射。発射。あまりにも弱くて今度裏の
戦いです。そこだ。なんか実際強く聞くと本当にヘイトカウンターやから。まあ、ここら辺になるともう近いところから言われそうなって思うんだけど、一斉発射だ。まあ、ケイタが今がチャンスだ。スーパーマン入れて、ダブルデータはひどくないっていうのはね、ダブルデータって言ったら本当に何のコンビニだって言うかって言われるっていうのはある。もらった遅いな。もらった。行け。3連だから許されるっていうのは3連で一斉発射だ。3連である程度の機能があってスーパーマンあるから許されるものだって そこで消されたとしたら本当に機能があるのかと言ったらさらに火力かかってるのに仕上げる。逃がすか。みんなの力がガンダムやるんだよ。ガンダムは今がチャンスだ。エクバ2にやってたら強いですね。跳ねて下げられたんだよ。そこからいろいろと強いですね。もらったから跳ねて下げられた。そんなに気をつけてやる。逃がさとはいえあんまりもう強く進んだったら本当に強力上げるか武装強く進んだら武装持って強く進んだら援護よろしく。感動の嵐。つまりはこのパワーなんでしょう。この距離な援護よろしく。これがサイヤ魂だ。そうこちらが見るデータがパパってからの海なんだ。相方に下がっているよ。強いって正直に言われちゃうと照れるぜ。ありがとうございました。